回のスマイルライフは選挙に関わる人々、選挙管理委員会事務局と協力して日頃から選挙の啓発活動を行っている人々をご紹介します。1月のとある日、時間は夜7時、シビックセンター11階の選挙管理委員会事務局である集まりがありました。投票箱？中には100票を超える投票用紙が入っていました。実はこちら、文教ボートサポーターズの集まり。文教ボートサポーターズとは、文教区内で活動している若者を主体として選挙啓発をするグループ。同じ年代、世代に対して主に選挙の情報発信や企画し作成したグッズを活用し啓発活動を行っています。この日は先日行われた20歳の集い会場で実施した2019年に流行したもの投票の開票が行われました。20歳の集いの会場では選挙の啓発活動が行われており、文教ボートサポーターズの皆さんも流行したものの候補を決めるなど、企画の段階から当日、そして開票まで全てに関わりました。この投票をするともらえる記念品も、どのようにしたら同年代の若者に選挙に来てもらえるのか、知恵を絞ってメンバーで決めました。今回の投票率は随分良かったようです。投票の結果は、タピオカ57票、ラグビーワールドカップ24票、令和24票、そしてハンディファン6票の結果。こうした活動の内容は SNS で発信しています。グループは現在16人で、今日の参加者は2人でしたが、会議に出られなくても SNS でつながっているので活発に意見交換が行われています。今年予定されている東京都知事選挙の啓発活動について、啓発グッズのアイディアなどが出されました。いろいろ企画とか楽しいことができるようですが、新しいことをやりたいなと思ってて、でその中で企画とかグッズの作成とかできるような、なんか全くいつもの生活と違うことができるグループがここにあったので、まあ、やってみたいなと思って入りました。私は20歳の集いの実行委員を昨年度やらせていただいて、その中で企画を考えたりとか、あとは目標を考えたりすることが楽しかったので、そのようなことをボートサポーターズでも活かせたらなと思ったのがきっかけで、20歳の集いの時にこういう活動があることを知って、そこから入りました。2019年に流行したもの投票の候補も文教ボートサポーターズの皆さんが選んだんですよね。去年は流行したものをピックアップしてまして、でその中で4つを決めて、一番人気があるものを4つ選んで候補にしました。去年の選挙では実際どのような企画やグッズを考えたんですか？何回か選挙などあったんですが、とまず夏の時期だとうちわを作ったりお渡ししたりとか、あとはファイルもお渡しして、デザインを夏仕様のものに工夫して多くの人に受け取っていただけるようにみんなで考えていきました。文教ボートサポーターズは現在メンバーを募集中です。応募資格はご覧の通りです。
学生や20代に向けた選挙の啓発活動を一緒にしてみませんか。 SNS での情報発信や啓発グッズの企画など、新しいことにチャレンジしたい方、あなたの力をぜひ発揮してください。選挙に関わる人々、続いてはこちら、本郷通り沿いにある都立向ヶ丘高等学校です。皆さんこんにちは、私は推進党から立候補いたしました。こちらでは現在、向ヶ丘区長を決める模擬選挙の真っ最中、演説しているのは大学生のボランティアです。第一目的としては、国民一人一人の生活を良くしていくことが第一に挙げられますが、多様なバックグラウンドを持つ人を考えることは、みんなの問題を考えることであり、自分自身の問題を考えることでもあります。自分の周りにはいないよ、関係ないよという人もいるかもしれません。生徒たちはあらかじめ配られた選挙広報と首っ引きでメモを取りながら、候補者の演説に耳を傾けています。この後、実際に投票が行われるのです。今の政府に不満はありませんか。例えば社会保障費、本来であれば国民全体のために使われるべき社会保障費ですが、なんと現在その約6割が高齢者向けに使われています。投票の前にグループを作って、候補者ごとの政策の違いなどについて意見が交わされます。休み時間を挟んでいよいよ投票です。こちらの模擬投票の授業にも、実は文京区のボランティアの皆さんが活躍しています。明るい選挙推進協議会の委員の方々です。実際の投票所と同じ雰囲気を演出するため、投票立ち会い人として授業運営の一翼を担っています。明るい選挙推進協議会は、区民の政治意識の向上と明るい選挙を広めるために自主的に活動する団体です。各旧地区から代表が集まりまして、それぞれの地区を啓発、また正しい選挙ができるように、それを皆さんに啓発している仲間が集まりまして、いい結果が出ていると思います。普段は会合があったりなんかすると、各教委員の方がそこ都度推進委員も交えて、いろいろ普段の話をやっております。選管の事務局と我々と手を組んで、一生懸命こういう会盛り上げて、若い人たちをいっぱい選挙来るようにしたいと思っております。アジサイ、梅、桜、それぞれ行きまして啓発活動をやっております。あと町会とかそういうところで皆さん啓発をなさっていると思います。当日になると説明なんかないですからね。若い人のいい経験にはなったと思いますけれど、普段はまあうちにおりますけど、町会のね、仕事監査とか青少年の監査もやっておりましてね、あとまあの選挙のと、そういうことをやってますので、少しでもお役に立てればいいかなと思っております。私たちが進んで投票に参加し、すべての有権者の意思を政治に反映するために、多くの啓発活動が行われています。ボランティアの皆さんの地道な努力がこの活動を支えているのです。